どうも、今日はね、泣き顔ファミリーをしていきたいと思います。ということでね、今回はね、久しぶり、1年ぶりかわかんないんですけれども、魔法石が1600溜まってるんでね、その、貯める方法をね、今回ご紹介していきたいと思います。前回何個かわかんないんですけれども、一応ね、鬼滅の刃で400個ぐらい使ってるんで、実際は2000個ぐらい溜まってたのかな、最近。まあまあ、とりあえず使っちゃったんで、1600個ですね、今。という感じで、最初、フレンドボックス1600個無換金でね、貯める方法を紹介していきたいと思います。もうね、こんなもん簡単ですよ。毎日、ログインするだけです。ガチでね、ログインするだけで、もう1、2年間、2年わかんないけど、1、2年間ぐらいもう、ガチャ引いてないんすよ、僕。だからずっとガチャ、鬼滅の刃で引いちゃったけど、ガチャを引かないことによって、全然もう、めちゃくちゃ溜まります。こういうね、最近だと魔法石に20個ゲットとかあるんで、たまになんか魔法石100個200個くれる時とかもあるんでね、毎日ログインして、でもうログインしてスペシャルでダンジョンでね、こういう一度きりっていうやつでめちゃくちゃ簡単なやつがね、1個か2個出るんで、それで1、2個ぐらい貯めてって感じで毎日ログインして、僕本当にこういうクエストとか全然やってないです。全然やってないけども、自然とね魔法石が溜まっていくんでね、ぜひ皆さん毎日ログインしてコツコツ貯めましょう。はい、こんな感じでね、無課金ですね。こんな感じでね、無課金を証明できたということでね、終わりにしたいと思います。それでは、アジャス。